皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが10月9日にライブ配信した、迫り来る災害の予言の2回目をご紹介します。迫り来る災害の予言。フロリダでは嵐になると大規模な避難が行われるでしょう。すでに交通渋滞が起きています。私の兄はゲインズビルのすぐ上にあるフロリダに住んでいます。父から聞いたのですが、兄の住んでいる場所では車用に10ガロンのガソリンが支給され、発電機用に5ガロンのガソリンが入った大きなガソリン缶が支給され、ドッグフード、サバイバルフード、水、他にもいくつか支給されたそうです。それをしたのはデサンティスでフィーマでも政府でもありませんでした。それをしたのはハリス政権でもバイデン政権でもなくデサンティスでした。彼らは無料でそれを手に入れました。まさにあるべき姿です。私たち全員にとってあるべき姿です。二つの点についてお話しします。まず私たちは10月の9の波動にいます。10月は来年を反映しています。いつも皆さんに言っていますが、来年は数秘術では9のユニバーサルイヤーです。10月に起こることは常に物事の反映です。来年には大きな嵐が来るでしょう。10月にすでに大きな嵐が来ています。これは来年10倍の嵐になることを示しています。それだけでなく9の波動は人道的支援に関するもので、昨年の私の予測やビジョンにも含まれていました。日本やアメリカに大規模な人道支援が送られるというビジョンがあり、一部は西海岸に送られます。実現しないことを願いますが、今月でなくても来年までには実現するでしょう。友人の皆さん、これは旧の波動であり中東への人道支援が見られるのです。彼らが今ノースカロライナ州などに向かっているのが見えます。間もなくフロリダ州の人々のために人道支援活動が開始されるでしょう。これはすべて私たちがいる旧の波動と一致しています。また旧の波動はサイクルの死を終わらせること、そして時には死についても関係していることを覚えておいてください。旧の波動では非常に重要なことを覚えておいてください。これは明らかに大規模な広範囲にわたる停電を引き起こします。とても大規模な停電です。これは私の予測にも含まれていました。大規模な停電があちこちで発生しています。天候や地球の出来事に関連するもの、サイバー攻撃に関連するものなどです。大規模なサイバー攻撃が来ることを思い出してください。今月はそれが起こります。私はニュースや何が起きているかについて追いついていませんでした。先週再び大規模な停電があったことは知っていますが、来週の火曜日の番組までに全てをまとめます。フロリダ州とトランプの全ての州がヘレンの被害を受けているというのはとても興味深いことです。人々はそれは真実ではないと言いますが、それは真実です。ノースカロライナ州は激戦州です。ノースカロライナ州で2万3000票を獲得すれば状況は一変することを知っていますか？しかし今や10万人以上のホームレスがいて投票できないかもしれません。これは非常に興味深いことです。オバマの選挙の直前にハリケーンサンディが襲ったことを覚えていますか？これらの出来事はいつも選挙の直前に起こるようです。これは偶然でしょうか？私は偶然を信じていませんが、そのことについて考えていました。ノースカロライナ州とハリケーンヘレンは1億ドル以上の被害をもたらしたと言われていますが、ハリケーンは動き続けていてすでに1億ドルの被害です。ハリケーンミルトンはその2倍、3倍になるでしょう。2億、3億、あるいは10億ドルの被害になるかもしれません。だから友人の皆さん避難してください。もう遅いのはわかっていますが。テネシー州のウォルマートが肉や乳製品を棚からすべて撤去していたというのは興味深いことです。ドリー・パートンが資金集めのためにウォルマートと組んだとされ、私はドリーの言うことを信じています。
ドリーならそんなことをするだろうと信じているからです。しかしウォルマートがヘレンの被害者にお金をもたらすとは信じていません。ではなぜ彼らは乳製品や肉を棚からすべて撤去しているのでしょうか。ある女性が店長はどこと尋ねたのです。卵が必要で肉も必要でしたが、店長は肉を譲ってくれませんでした。店長は肉を処分するために梱包していたのですが、売ってはいけないと言われ棚から撤去しなくてはいけないと言いました。今私はさらに裏付けとなる情報を調べようとしましたが、そこからしか得られない情報でした。ご存知のようにメディアは報道しないからです。テネシー州に住む人々がこのことを報道したのです。もしこのことについてもっと知っている人がいたらコメント欄で教えてください。もう一つ興味深いのが彼らが750ドルを人々に与えているということです。どうやらこの契約書の一番下にとても微細な文字が書かれていて、この契約書は融資だと書かれていて政府から支給されるお金ではないようです。小さな契約書を虫眼鏡で読み、そのお金を返済しなければ政府にあなたの所有物をすべて押収する権利を与えているということに気づかなければなりません。興味深いことです。これは最も透明な水晶が山々にあるノースカロライナ州で起こっている土地の強奪なのでしょうか。コンピューターチップを作るために必要な透明な水晶、電気自動車を作るために必要なリチウム、そしてブラックロックが北米のリチウム鉱床を所有するために設定した9000万ドルの契約です。ノースカロライナ州ですが、リチウムを採掘するための土地は所有していません。しかし今や彼らはその土地を格安で買い占め、あなたが750ドルを返済しなければおそらくそれを押収することさえできるのです。これはアメリカ人を深く動揺させるはずです。私たちが海外の代理戦争を戦うために何千億ドルも送ったばかりなのに、今度はイスラエルにお金を送り、私たちのお金をすべて他の人に送っているのに、なぜ私たちの国民は数十年、いや数世代で見た最大の災害に苦しんでいるのか、これはほんの始まりに過ぎません。皆さん9つの波動を思い出してください。今月の9つの波動は繁栄です。今日は10月9日ですが、この番組は嵐に関しては来年は比べ物にならないことを示しています。だから私は遠くに引っ越しました。スピリットが私に東海岸から離れるように言ったからです。東海岸とは何の関係もありませんが、2025年までに東海岸から離れるように言われました。2012年頃に言われたことです。ウォルマートはテネシーにあります。フロリダの友人の皆さん周囲に気を配り海岸、特に西海岸から離れてください。4、5ブロック、あるいはそれ以上のブロックに水が流れ込んでくるビジョンがあります。家々が完全に水没するビジョンです。ノースカロライナで見たのと同じですがレベルが違います。ノースカロライナは山と谷にあり主に平地であるため、部分的に海に 100% 浸かろうとしています。それを理解するのに超能力者である必要はありません。これは100年以上で最大の嵐になると言われています。フロリダを襲った最大の嵐として歴史に残るでしょう。壊滅的な被害をもたらすでしょうが幸いなことにそうはなりません。彼らがそれを操作して再び上昇し、ニューヨーク市やニュージャージーのような場所を襲わないことを祈りましょう。なぜならその二つの場所は今年初めに何かが起こるというビジョンについて警告したからです。警戒してください。注意して私が言ったことを覚えておいてください。ハリケーンの予報、ミルトンとナリーンに気をつけてください。1月に私が世界予測で言ったことがいくつかあります。スピリットは10月に太陽活動極大期で大規模な太陽フレアとアセンションが起こると言っていました。つい先日2017年以来最大の太陽フレアの磁気嵐に見舞われ、
10月4日から6日の間に地球を襲い始めました。私もそうでしたが、週末に同じようなことを感じていないでしょうか。少し変な感じがして、少し痛みがあって、睡眠が妨げられたり、そういったことすべてがつながっていて、その結果をまだ見ていないのが驚きです。でもスピリットはもっと来ると言っています。それは始まりに過ぎません。太陽フレアや地震などこれからもっと来るでしょう。火曜日にそのことについてもっと話します。また日曜日か月曜日に皆さんにコンテンツをお届けする予定です。火曜日の番組ではなく主に予測です。イランとイスラエルについてです。いかがでしょうか。ジョセフさんは現在旅行中のようですが、そんな最中にも災害は襲ってくるのでライブ配信してくれていますね。来年は忙しくなりそうです。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。